疲れ様です。あ、今日はな、こんにちは。まあ、あれしてる、レペゼン。レペゼン。レペゼンフォックス。あ、レペゼンフォックス知ってます。はい。この間12人来てやった。はいはいはい、はい、社長な、DJ 社長とあのメンバーな全員来るんで、まあ5人メンバープラスもなんか来るみたいなんだけど、はい、あの一応名目はコラボということで、なで、あいつらがな、バン中村とコラボしたの知ってる？ああ、先んじてやったようですね。そうそう。まあ、要するに、俺ら的にはどうでもいいんだけど、そんなこと。はい。どうでもいいんだけど、企画がなかなかひねれないから、で、彼ら海線山線じゃん、もう。はい。YouTuber としても、エンターテイナーとしても、いろんな面において彼らも本当一流中のトップだから、ちょっとやそっとのことやっても、こう、びっくりしないじゃん。まあ、そうでしょうね。脅かせにしても、面白くいくにしても、それ考えたときに、ちょっと俺らマジでガチ切りしてるっていう風に持ってきたかったんで。はい。ドッキリ的な、はい、だけど企画の中で向こうが撮影じゃ俺らの番ですってやったっていう閉まんないじゃん。確かに最初あんなにニコニコしたのおかしいぞってなっちゃいますからね。であれば、はい、初めのもう出会い頭何にも向こう知らねえから、はい、今日お願いしますみたいな言ったところにお前何番仲間と先にコラボしてんだよみたいな感じで順番間違えとんのかみたいな大義でかまそうかと思っています。なるほど、歌舞伎町スタイルですね。歌舞伎町スタイル、レペゼン歌舞伎町の降りた重視が、そうトップユーチューバーだから、このインドネシアとかで活動してる、まあ、片手間でこっち来てるらしいんだよ。ブレイキングダウン出たり、はい、ってことはもうトップ YouTuber でいっぱい予約をコラボしてるんだよ、はい、ライブしたりコラボコラボコラボの中の俺らなんかもう本当わかるだろう、居酒屋で言ったらお通しみたいな、ラーメンで言ったらメンマの端っこみたいな扱いなんだよ。おひたし、あ、俺らのことなんで。だからそういうちょっと邪険な扱いも、まあ、目覚まさすじゃねえけど、はい、最初にそのジャブを懸垂をした方がいいじゃん、歌舞伎町的な感じで。なるほど、おいコラの感じでいくから、お通し一つ10万円の世界をじゃあ見せてやりますか。そう状態入っちゃってるからマジで、はい、まあ、そんな感じで今から待ち合わせ場所にじゃあ向かいますか。はい、じゃあ初っ端が大事なので笑わないように気をつけてくださいね。来た瞬間も俺がちょっと怒ってて、はい、お前ら何先にバン仲間とコラボしてるんだみたいなことで怒ってる感じがあったら、はい、ちょっと合わせてやべえです、全て演技なんで。それは通してですよ、撮った方がいいんですか。撮っててもいいですよ。じゃあよろしくお願いします。隠してる感じで撮ってバレないし、メンバー見ないでしょ。ちょっと不機嫌な感じでずっと待機してて、うん、最後社長が来てばあの感じで、あ、他のメンバーにも不機嫌な感じで、不機嫌な感じで怒ってんじゃねみたいな、ワンちゃん怒ってるよねみたいな感じで、トルネツイパッドです、ね、おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。お願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。何通りで行くの？いや、まあ、社長が15分くらい。15分。あれ、君が脇です。はい、僕は脇です。いつもこんな感じなの撮影って？はい、もうちょっとだけ来て、ハンスターとか先にいて、モーバーとか来て、そうですね。ライブとかやってると忙しいんだろう。ちょっと僕のライブになります。俺は関係ないから。うん、おはようございます。おはようございます。マルコでやって申し訳ないです。おはようございます。おはようございます。マルコと申します。ちょっと待ってください。あ、はい、まだ。見てきてください。はい。これだけは危なかった。
ありがとうございます。他のメンバーは今来てます。あ、来てんの？はい、先に会ってる。はい、一回先に挙げてくんない？俺こっちに聞くやついいから一回俺の話聞いてほしいから、ちょっとその二人挙げてくんない？了解です。いや、まだでもちょっと、まあ、寝坊中。まだ来てないです。結構時間かかる。もうちょっと時間かかるかもしれない。電話してみよう。じゃあ、いつもこんな感じだ。そうですね、ちょっと寝坊は。すげえ真面目ですごいから応援してたからさ、社長のすごい、あの仕事できてすごい、そのちゃんとしてたのと思った。ライブとかあったの？あれだけです。申し訳ないです。だってもう一人ってフォーとギンタだっけ？そうです。だけでしょ。はい、ギンタです。どの辺どのぐらい付き添う？あんま時間かかんなくていいよ。呼ばないで。時間かかんなくて。まあ、そうか。あれ、俺とさ、ダンナ君が何かって知ってる？いや、僕あまり詳しく知らないですよ。まあ、知らないけど、ブレイキングダウンってちょっとネットで話題だから、あのちょっとネタにしようかな、ネタにするネタというか、そのちょっとコラボしようかなって。そうですね、企画会議みたいな。まあ、企画会議というか、まあ、そうですね。誰に聞いてる？社長決めてるんですか？あ、僕です。俺とじゃあ、彼が何かあったとかは知らないんですよ。なんか、あの映像的になんか問題はあったんだろうなと思ってます。その、あ、映像というのはオーディションだけ？あ、オーディションだけです。はいはい。実際そのディープな部分で俺と彼が昔ちょっと吸ったもので今疎遠になってとかっていう経緯とかは分かんないんでしょ？はい。それ知らなかったら仕方ないって仕方ないんだけど、なんか俺とかってさ、別にその俺のこの格好から見ても分かると思うけど、はい、別にその YouTuber とかじゃないじゃん。はい、ていうか、まあ YouTube やってる、それで収益出てるから YouTuber さ、 YouTuber なんだけど、それでもその、 あの君たちみたいに本格的にさ、ずっとそのエンターテインメントみたいな感じじゃないじゃん。移動できちゃってるじゃん。だから俺らが大事にしてるのって、君たちにとってはフォロワーだったり信用だったり世界への目標だったりファンかもしれないけど、俺にとって大事なのってメンツなの。それ分かってくる？分かります。そのちょっとしたメンツのを潰れた潰れないみたいな不細工な話にされたりすると、はい、それだけで向こう何年俺たちってさ、外とか歩けないんだよ。で、俺だってそれすごいその自分のメンツを大事にしてる。だから俺をネタにしたとかそういうのは全然いい。芸人だってネタにするし、はい、なんかむしろ俺らのことを取り上げてくれてありがとねぐらいのネタとかいいんだけど、はい、なんで最初にバンのとこ行ったの？ぶっちゃけその数字だけで言ってるんだったら俺らの方が数字とかあるわけです。君らに比べたら世の中の変わらずでもね、母体自体が全然違うから、うん、だけど俺と彼で言ったらさ、はっきりと俺の方が先にこういうことしてるわけだし、普通に考えてブレイキングダウンの流れ見てても、いやちょっと今度ウルダさんお願いします、この後にちょっとバンさんも撮りたいんですけどいいですかみたいな感じになると思ってた、うん、まあ、ツイッターだけ早くなったのかなと思ってた、うん、でそれなんでその順番になったの？俺らの世代だったらさ、何人望間違えてるんだよ、この世代。なるんだよ、すぐに。はいはいはい。あの、みんなの前でさ、朝倉未来とかのチャンネル出て、俺でいじられキャラみたいになって、腰低い感じでわってやって、猫かぶってても、やっぱ、舐められてんじゃねえかって、みたいな体だけですって言うんだよ。脅しとかじゃなくて。はいはいはい。それをすごい大事にしてるの。それを言ったら聞かせてほしい。どういう経緯で、バン中村、カレンとも先行ったの？俺がどういう心境になるとか、その空気読まなかったの？いや、ほんと申し訳ないです。ブレイキングダウンに出た日にですね、ちょうど運営に、あの、実は撮れるなら撮りたいですって言って、あの運営の溝口、社長が10年に来てやった日でしょ？あ、そうです、そうです。もうあの当日に、あの溝口さんに伝えて、もう撮れるんだったら撮りたいです、日本にいるうちにって言って、あ、奥さんにもお伝えしますって言って、その日に、あのブレイキングダウン当日の日にこう奥さんにもやって、で、でも本当にそれは何も考えてなくて、それは繋がった順にって思う。そうですね、まあ、それとは同じ日だったんですけど、あの撮影が、バンダコールさんがこの日来れるみたいな、ちょっと向こうも体感みたいなのやってたんで、あの、違う、そのスケジュールを確認する時点で俺が先に行ってんじゃんって言ったら、そもそもが先に撮ろうとしたんだったらすぐに言えへんじゃん。別に俺の言ってるその座布団高い低いとか、俺の言ってるそのどっちが先か後かなんていうのは俺らにしか分かんない世界の話だから、君たちエンタメの人にはそんなのぶっちゃけ関係ないわけじゃん、うん、そんなフロリダ戻られてもそんな場面俺らには分かんないよってことだから、それはそれでいいんだよ。そこすっとぼけないで自分たちの何
メガネでちょっとこの人先にやりたいなっていう感じだったわけじゃん。あの本当に知らなかったんですけど、あれを、まあ、結果的にさ、俺それですごい何ブサイクな話だなと思った。ブサイクな話だなと思った。そのやり方が俺にとってブサイクな漫画にされたなと思った。申し訳ないです。だからツイッターとかでふざけてやられてリスイートとかってしてるけど、今日撮影に来たら俺こっちの辺いらねえから、ちょっと波入ってんだったらどうせまたインドネシアとか海外行っちゃうじゃん。だからその前に普通の YouTuber とかのノリで やってんじゃねえよって俺は言おうと思ってた。はじめました、おそらくすいません。あと誰だっけ、あと DJ ポイだっけ。ポイです。お前ギンタでしょ。ギンタです。ライブとかで忙しかったのは分かるけど、まあ、今何時だよお前やるお前てめえこら、今何時だよてめえ。お前らさ、そのなモンスターみたいに人気があって、この何すごいチャンネル登録と人気でライブ来たら超満員でネッティングになってるのかもしれないけど、俺たちが別にそんな SNS に力があろうがなかろうが、俺たちだって一発人間なんだから、扱いだったりこうやって後から来られたり調子こかれたらさ腹立たない。年だとお前ら無駄に生きてんだしさ、遅刻だけで言ってんじゃねえ、ケツなのにちっちゃいやろなと思ってるかもしれないけど、そうじゃない、給料どころな部分でお前ら先になんで俺と因になってんねんけど、先のま撮影かましてきてんだよってことでイライラしてたんだよ。今彼らに先に言ってたんだけど、それでお前らなんかテキーラだライブだってやって、それは楽しいんで、それがお前の仕事だから。で君たちみたいなエンターテインメントのやつにあんまり俺の不良の色がでこうやって言いたくないんだけど、やっぱバン仲間の通りっていうのはいろいろあったんだよ。誰かがコラボするかなんだってなった時に、その経緯を知ってる俺のファンとかさ、俺の後輩とかいるんだよ。その経緯知ってる人から見たら、今人気者のレベゼンがブレイキングダウンでまたバゴンって出てきて、なんかこう飛び飛び落とす勢いでいろいろしてるけど、バン中村さんとコラボしてましたよっていう問い合わせが全部俺に来るわけさ。そう言うと、あ、ウルタさんやっぱ流れちゃってますねってなって、俺の世界、俺は多分足洗ってただの、何者でもないですよ。だけど俺がそう一見舐められだしたり漫画なことになったら YouTube かどうなんて言ってられないんだよね。それをあんまり舐めんじゃないぞってことを今日言って帰ろうと思ってたら、それが今度遅刻だって言うから全員根本がふざけてない。根本が世界にはだってビジネスしてる人だって社長いろんな、だってそれが何億とかだって逃しちゃうレベルのことになってるわけじゃん。切り抜きだって見てるんだからさ、これすごい後者が垂れてるじゃん。こうであって追い込んだ戦略とか、そんなのに遅刻化していいのか、この根本が舐めてない。だからでももう一人とか何やってるの、あのイケメン。根本が舐めすぎじゃん、ちょっと。で、脇だっけ、はい、お前だよ。お前、あれだよ、社長に指示されたの、あのネタやる。ネタがいいんだけど、社長に指示されたの。僕は、何せ、本当に、どうやって年入れて、やらせてほしい。あれ、じゃあもう一回目の前でやってみるか。俺もアホみたいにみんなにさ、パフォーマンスみたいにこうなるんだけど、オーディションでやったりして、実は裏でいい人だったみたいなこと言われすぎてさ、実は猫かぶってるから、これ頭おかしいからさ、本当は。俺のまでやってみろじゃん。で、俺が社長に言われたお仕事です、俺の。つって、胸張って俺のまでやれよ、これ。やれよ、本気のことだ。やれよ、やれ本当に頭きてんだよ。じゃあ、ええよ、やれあ、僕迎えに来ます。すごい。あ、2階です。じゃあもう一回それから始めます。もう一回仕切り直して、フォーやってたんだ。あいつ。フォーや。フォーや。うわ、本当に。高木、ね、めっちゃドッキリやってんの。今から脇がするのかと思ってずっとしたら。さっきの続きやろうって。
お前とマスター、お前とそれお前。はい、マスターお願いします。そうだ関係ねえか。さっきも彼に言ったんだけど、俺基本的に別にエンタメの人とかさ、YouTuber とかじゃねえから。わかるでしょ、ね、学びと持ってきてそこで日々やってるとか、そういう世界にいたんだね。それ俺暴力をお前にひけらかして俺まだ怖い人間だとか言ってんじゃない、はい、そういうことじゃなくて基本的に表でやってる君たちが応援してんだけど、その中でね今回のその経緯でワキが俺のモノマネしました。でそんでなんだっけ、溝口さんって IT のなんか運営じゃん、あれとつながって、じゃあ宇田さんとコラボさせてくださいって社長が言ったんだ。パン中村と宇田とコラボしたってね。で俺そのツイッターとかで追いかけてた。やっぱ君ら有名だし人気者だからすげえな、俺もじゃあ絡めんのかってやっぱ思うじゃん。こっちが小規模でやってるから村みたいな話で、お前世界で俺村だから村人からしてたらすげえなと思った矢先に、いや漫画カマラと先にやってますよみたいな一方入ったの。誰に漫画こいてんだよって。お前らの業界では当たり前かもしれないけど、俺らの世界でどっちが先か後かって大きいことなんだよ。何こっちに触れかけてんだって。俺はそういう世界でやってきたんだよね、この野郎は。お前ら歌舞伎町のサッカーのグルみたいな感じでバイバイやってるけど、俺お前らそんなことやったらもうちゃんとやったんだよ。あんまり馬鹿にすんじゃねえぞ、この野郎。それで今何時に出てんだよ、この野郎。お前教育しとけよ、お前ら。社長がてめえが教育してんだろ。お前は福岡から連れてきたんだろ、美容がなんか言ってるやつ。ぽいだろ、お前知ってるよ、お前君と見てるからさ。何やってたんだよ。みんな俺にこうやって怒られてるのに、お前ってんの待ってんの、お前何やってたんだよ。てめえ頃らもイケメン頃何やってたんだよ。いや、お前チンコはでかいんだろ。違う。もう、わなきゃ若い。最初どんどん遅刻していったから、ね、最初に来たらワキめっちゃ可哀想だ。俺ずっとともフィエにいたし終わったってかもしれない。もう終わったぞ、千人隊だよ。あ、違うんですよ、皆さん聞いてください。俺だけあそこいたんですよ。いや、今日は重すぎて、僕タクシー2回キャンセルされて、来た後のやつがジジイで、お前ここじゃないとか言って、俺今来ちゃダメだから。言い訳は全部切り消すみたいな。なんかあったじゃん、伝説のスピーチあったじゃん、カルチャリーパンパンの40%が、あの時の長尺から始まって、最初に海外でバズった MV があったじゃん、みんなロックペッコしてるんですよ。 あれから始まってずっと見てるからさ、言っとくけど。ありがとうございます。ずっとは見てないけど、ファンじゃないですよ。ずっとは見てないけど、なんか世界に出てくる戦略とかも全部知ってんすよ。だから、俺一番嬉しかったの、奥さんにも、すよ、リプゼン、リプゼンって言ったら、危ないっつって、危ないっつって、リプゼン来たらついに、何の彼女と言った先です。あー、いや、ここやめようって言ったんすよ。理由がガチすぎたから、困っちゃったから。一番ダンの中村がおばっちりなんだよ、ヒカルごめんね。全員怒られた。でも俺も本当に電話した。本当に電話した。いや、俺本当に、もう本当に運転手が無能だったけど、もうこんなところで言い訳できないじゃないですか、運転手が。終わった後で殴られようと。ヒカ一番ビビってたかも。えって感じだったもんね。いや、俺よ、ヒカさん、こんな仕掛けてんだよ。いや、僕、これ、もうドッキリをたくさん仕掛けられてるから、いや、どっちやろ。いや、俺もそう。どっちやろうと思ったけど、でも普通にドッキリじゃなかった方のリスクがいる。ね、聞いていただけたことによる、漫才師本当だったバージョン。いや、本当だった。そうなんですよ、漫才師は本当と思ってました。マジで怖いから。だから、なんでこんな、せめてこれ飲食店だったら問題なかったよ。なんでスタジオ借りたんだと思わなかった。いや、まあでも逆にスタジオだったからこそ、ドッキリなのかガチなのか分かんなかった。逆に、あ、なんか人目につく場所だったら、さすがに人目につく場所がドッキリかなって思うんですけど、逆にやん、こっちか。俺、それから家賃19万8000円とかするし、なんで知ってるの。なんで知ってるのよ、ほんとに。マジで、いろんな人の失礼になっちゃうんですけど、フリットさんの時、タクシー予約していきましょう。絶対遅れないと思う。その精神が俺も可愛いなと思って、社長遅刻びっくりしたわ。いや、今日日の10時半にお風呂してるから10時半に起きたんですよ。で、起きて、でも二度寝する計算してないから絶対起きるよ。もうそのアラームは2回目つけてないですよ。そのまま二度寝しちゃって、で、今うわーみたいな。俺さすがに声の切り抜きで、はい、あ、こういうことかって一瞬よぎったのは、はい、
なんか誰かの大物とコラボするときにさ、なんかライブがなんか飲みすぎた次の日は社長は結構、ね、そう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 、あの初め社長の時のこと話してて、ああ最近のだから先読みしすぎて、先読みでバッテリー下の2度目の時に連絡入ったんだから、したからそれでも5人来るってことは一応ウリタさんだから怒られるでしょ。そらそうですもちろん。いやもうそれはもう、あの僕基本的に家出る30分前に起きるんですけど、でも1時間前から起きたんですよ、ちゃんとなのに、運転手がじじいがもうこんななっとるんですよ。これ言い訳もう一個してるから、マンコ臭い時に言い訳もあるんで、あー違うんですよ、違うんですよ、違うんですよ、もう嫌だー、嫌だよ、言い訳パターン嫌だよ、私誰だって、 YouTube が、 YouTube のせいで怖いよ、ちょっと瞬殺で終わっちゃったんで、おー先にやらしてもらってありがとうございます。ありがとうございます。いやー、びっくりしました。いや、僕最初怖いよ、最初怒られて、これ本当に何や、質問になる、はい、アクションしてお前社長来てからダブルだよって言われて、ほんとに思い出す。あー、マジでもう、いや、秋がもう、秋とかお前、この前の俺の目の前に、そう、マリア、マリア、マリアだ、マリア、今からヤバい空気になるぞ。マジヤバいよ。そこの声だったら出たの、出たの、分かんないけど俺じゃなくてよかった。ヤバい、どうしてるんですか社長。社長が怒られた時点でマジだと思った。まあ、いつも仕掛け側なんです。確かに、確かに、うわばりバリうまいじゃないですか。社長つらいからね。社長後から来たっちゃろ。そうそうそう、3番目に来た。超結構ヤバいよ。秋とマリコすげえかわいそうだったね。いやー、本当に、本当に中ずっと見てた、ずっと引きまつりなのか、引きまつりと思って、それだけ受けたよ。先一番先だよ。あ、え、あ、なるほどね。メンバーのクリティックラッキーと思って、俺らだってその一番最初に企画、じゃ俺らこんなことやるって言ってるからこれを考えてたから、全員遅刻っていうのは神展開だと思って。